皆さんこんにちは。今回はですね、腰方形筋についてやっていきたいと思います。腰方形筋、まあ名前の通りですね、腰のところにある筋肉になってきます。起始としては、腸骨梁、そして腸腰靭帯から伸びてくる筋肉ですね。まあ、手をですねこうしてもらって、まあ世間的に言う腰骨にこうですね手を当てた時に、親指の部分で触れることのできる筋肉ですね。でこの筋肉、起始そして停止がですね、第12肋骨の下縁、そして第1から4の腰椎肋骨突起に伸びてくる筋肉です。この筋肉はですね結構面白い筋肉で、本来ですね他の筋肉、まあいろんなところにある筋肉でですね、起始が上部、そして停止が下部の筋肉やっぱり多いんですね。例えば三角筋だったらですね、肩峰、そして鎖骨、肩甲極からですね下に下がって上腕骨の三角筋側面にくっつくと停止が起こると。上腕二頭筋とかもそうですね、関節上結節、そして右後突起が起始でぐーっと下に下がってって頭骨にくっついたりとかですね、足の筋肉もそうですね、例えば大腿直筋だったら下前腸骨からですね下にぐーっと行って脛骨側面にくっついたりと、基本的に起始が上の方にあって停止が下の方にあるっていう筋肉が多い中でですね、この腰方形筋っていうのは下に起始があって上に停止があるという面白い筋肉にもなってきます。作用としてはですね、両方の腰方形筋が収縮するとですね、腰を伸展させる筋肉になってきます。ただ片方だけが収縮を起こすときには同側への側屈ですね、体を傾けるっていう運動に使ってくる筋肉です。ただですね、この筋肉どちらかといったらですね、体を支えてあげるときに結構使ってくる筋肉で、カバンを片方側に持ってる方、斜め掛けのカバンとかもですね、手持ちのカバンを持ってる方、例えば右肩にですねカバンを持ってるとしたら、体幹って右側に倒れますよね。それを倒れないようにって補うのがこの腰方形筋で、左側の腰方形筋が縮まってくれて体をまっすぐに保ってあげる。反対側もそうですね、左側にカバンを持ってるとしたらですね、左側に体幹が倒れてしまいます。それを倒れないように右の腰方形筋が収縮して体をまっすぐにしてあげる。なんで結構姿勢維持に関係してくる筋肉にもなってきます。ただこの筋肉はですね、脊柱起立筋の奥の方にいる筋肉なので、なかなか触りづらい筋肉ではあります。ではですね、触診の方やっていきましょう。腰方形筋は腸骨梁から12肋骨ですね、第12肋骨まで伸びている筋肉になります。なので大きさとしてはそこまで大きな筋肉ではないですね。ただこの筋肉、深層筋なので手前に脊柱起立筋があります。この脊柱起立筋を避けて触らないといけない筋肉ですので、触診としては脊柱起立筋を避けてですね、グッと下に入れ込んでいかなければならない筋肉になってきますので、触るのはなかなか難しかったりもします。うつ伏せというよりは横向きで触ってあげるとなお触りやすい筋肉にもなってきます。